はい、今回ですね、なかなかの重鎮紹介しましょうか。これ結構有名よ。有名でサッカーだけやけどね。ジューベルト・マルティネス。これ結構いたよね。結構すごいやつ。これコスタリカのセンターバックなんかじゃなかったっけ。能力めっちゃ高いよね。ディフェンス17、オフェンス16、スタミナ16。これ結構使ってるやつ結構いたよね。大会とかで。ヒルベルト・マルティネス。いた。79ね、そう、めっちゃ小さかったね、74センチ。いやー、これすごいよね。なんか知んないけど、評価されたんかな。イタリアで結構プレイしてた気がする。マルティネス、ヒルベルト・マルティネスは、まあ、もちろん現在は引退と。で、直近まで監督してたと。アリーロ・メキシコ。これメキシコのチームか。どこのチームですかと。バリオか。バリオ、メキシコ FC。どう考えてもどっかの一部じゃなさそうやな。まさかコスタリカ。コスタリカリーグか。不明と。よくわからんな。どこのリーグこれ。ベルン、まあ、ちょっとデータがね出てこないね。わからないチームですけども、まあコスタリカかメキシコかそのあたりの南米のチームということじゃないですかね。あ、コスタリカや。コスタリカのチームや。はい、コスタリカのチームがあったんですね。こんなチームが。コスタリカのチームで、監督を務めてたということです。最多出場がプレッシャー。コスタリカ代表61キャップ。ワールドカップ出てますからね。えぐくね、マジで。やばいよね。はい。もともとはコスタリカでプレイしてて、ブレッシャーに移籍し、ブレッシャーやっぱり長いんやな。で、ローマに行ってんやん。で、サンプにも来てると。で、このカードか。サンプでもすぐ出てるね。で、またブレッシャーか。基本ブレッシャーか。で、レッチェ、モンツァ、で、カブリーグ、テンテンと。で、基本イタリアっすね。基本イタリアってずっとイタリアやな。コスタリカ以外ずっとイタリアやぞ。えぐ。はい。っていう感じでね。まあ、監督するにしてもヨーロッパではちょっと厳しいかな。まあ、コスタリカ代表監督ならワンチャンあると思うんですけどね、今後ね。はい。なかなかの掘り出し物です。ヒルベルト・マルティネスでした。